貯金箱。貯金箱は、効果を貯金するための箱。少学の決済に使われる効果を、帳簿記載や金額の確認などを必要としない私的な範囲で、収容格納するための容器である。家庭の家計で発生する釣り銭などの破額の貯蓄や、経済規模の小さい児童の教育などに利用されるほか、職場などでの友人単位での貯蓄、あるいは募金箱の一形態としての利用などがある。 多くの貯金箱は、それらが使用される国において、現在流通する効果に合わせた大きさの投入口がついている。投入口は、効果の直径よりやや大きめの横幅と、効果の厚みよりやや大きめの高さ、縦幅になっているため、一度入れた効果を投げ入り口から出しにくい構造になっている。貯金箱の特徴として、その名の通り、貯蓄が主目的であり、 取り出しの頻度、利便性の低さが挙げられ、これが日常的に出入金のある財布や金庫との大きな違いと言える。投入の容易さに比べて、取り出しにおいては容器をひっくり返して、底面の蓋を外す、あるいは取り出しの機能がないものもある。少額効果のプールが目的であるので、必要があれば随時取り出すのも、貯金箱の用途となる。 また貯金箱自体の破壊を行わなければ効果を取り出せないという構造のものにおいては機能を貯蓄のみに限定したものといえ破壊に際してはそれに釣り合うだけの貯蓄の成果が求められる貯金箱自体は基本的に効果が溜まった場合の重量に耐えられる程度に丈夫であるただし金庫と異なり外からの意図的な破壊に対してどれくらい頑丈であるかは それぞれにおいて異なる。開封の手段として貯金箱自体の破壊を想定された貯金箱もある。多くの場合、小学の高価のみを収納するため、金庫に比べると防犯機能は低い。多くの場合、貯金箱自体の大きさはそれほど大きくない。内容物を含んで人間が一人で移動できる程度の大きさである。ただし、貯金箱自体に 様々な衣装が施されている場合や特定の目的を持つ場はその限りではない。特別な衣装がない場合、木製や金属製、プラスチック製の貯金箱は内部が見通しにくい。ガラスや透明なプラスチックを用いるか、容器の一部に効果がこぼれない程度の空洞を開けることで貯金量を把握しやすく改良されたものがある。空き瓶や 空き缶を利用した手作りの貯金箱を作成したり、丈夫な箱や瓶に収納することで代用する場合がある。多くの場合、強度や構造に貯金箱としての機能性に欠ける部分があるが、利用者の運営方法によってカバーされることで貯金箱の代用として機能する。例えば、内容物の取り出しが自由な器を貯金箱として代用した場合、運用方針として、 器に入った効果は取り出せないというルールを作成し、それに忠実に実行することで、機能上貯金箱と同等の効果を上げることができる。歴史的には、穴空き銭が一般に流通していた時代には、丈夫な縄を通すことで、まとまった量の銭を持ち運びやすくする方法があった。ただし、これは貯金に限って用いられるわけではない。陶器製で、 投入口以外の取り出し口のない貯金箱は、それを割ることで貯めた効果を取り出す。また、完成の貯金箱は、缶切りで開ける。これらの破壊を伴う方法は、一度開けてしまうと、貯金箱としての機能を失うことを意味する。投入口程度の幅で、短冊状に切った厚紙を投げ入り口から挿入し、中の効果をこの厚紙に乗せて取り出すことにより、貯金箱を破壊せずに、 中の効果を取り出す方法もある。ただし、透明な材質の貯金箱でなければ、中の効果を確認できず、取り出しが難しく、また中の効果が多量の場合は、現実的な方法とは言えない、投入口の大きさや、効果の厚さにもよるが、一度に一枚、ないし二枚程度しか取り出すことができない。金庫は、高価なものを保管するために、様々な性能が要求されるが、 貯金箱はそれを必ずしも満たさない。金庫には持ち去りを防ぐ機能として、それ自体が重量物であったり、床に厳重に固定できるが、貯金箱の場合、微小の結果として重量が増すことはあるが、それは貯金箱にとって必要の条件ではない。手金庫のように持ち出して中身を確認する機能も貯金箱には必須ではない。家庭、小規模商店などにおいて、 効果をプールし、不意の支出や両替の機能を果たす。帳簿管理や会計監査の対象とならない程度の小額での範囲であり、この場合に使用される貯金箱は内容物の取り出しが比較的容易な構造となる。貯金箱の大きさに従って一定の量の効果を貯金することができる。多くの場合、効果の種類が異なることで貯金できる金額が異なる。 効果の種類を限定した投入口を持つか、運用方法で一定の種類の効果のみを投入することで内容量いっぱいに貯金すると一定の金額になるような貯金箱。目的の金額を貯めるための貯金をする場合に有効である。ただし、効果自体の大きさの差や詰め込み程度などが異なるため、金額は目安として捉えた方が良い。 効果の種類を限定することの利点として、重量のある効果の場合、貯金箱ごと重量を測ることで、ある程度の貯金金額を知ることができる。また、透明な瓶製であったり、積み重なった効果の高さが分かりやすいようにメモリが付いているものなど、貯金箱の衣装や素材によっては、外部から効果の量が分かりやすくなっているものが、銀行などの企業が販売促進グッズとして、 貯金箱を用いる場合がある。児童の気に入る衣装を施すことで貯金をする、習慣を身につける、教育効果を期待したり、貯金箱自体に企業名やマスコットを用いることで、身近な広告媒体として用いられる。かつては、銀行の販売促進グッズには、厳しい価格制限があったため、数万円程度の預金を行った顧客に対しては、 プラスチックの貯金箱が粗品として多く提供された。これは高さ10センチメートル程度のものであった。また、郵便局の粗品の貯金箱は、筒型の郵便ポストを模したものが用いられる。貯金箱は、部屋の中などの身近な場所に置くことが多いため、様々な衣装を凝らした貯金箱がある。それらの中には、広く一般に知られる企業のものや、キャラクターを模したもの、 収納できる貯金の金額より高価なものなどがあり、本来の用途とは離れてコレクション対象となる場合がある。中国、雲南省の天国の遺跡である石祭山古墓からは、青銅製で円筒型をした7牛貯売機が出土している。約2100年前のものであり、当時通貨として流通していた小安貝を入れておくものであったと考えられている。 これは現存する最古の貯金箱であろう。イギリスでは余ったコインを台所などにある赤い糖度、パイグの陶器の壺に蓄えることがあり、これをピギリー銀行と呼んだが、これが小豚を意味するピッキーを連想させたため、陶器製の豚が貯金箱に使われることが多くなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。